こんにちは、こんばんは、ゆうちゃんの時間です。高橋くん、またまたすごい日がやってきました。来ましたね。もうなんかレジェンド続きでずっと心臓痛いんですけど、なんかね、うかつに休んでらんないですね。いや本当に今日はね、なんとあの宇治木剛さんが来てくれるということで、こう意気消沈する音楽業界っていうか、ライブハウスっていうか、やっぱりみんな元気になってほしいなって思って、楽しいこと届けたいなってさ、思ってこれやってたら、宇治木さんがね、いいよって。すごい前に知り合ったとかじゃなくて、ちゃんと喋れるようになったのはここ数年なんですよ。連絡くれて、元気かみたいな。ありがたいですね。もうそれにすごい救われて、よし、もう一回頑張ろうみたいな感じでね。本当に元気ですか始まりなんですか。そうなんです。それはすごい。ロックスピリット感じますね。ねえ。うちらからしたらさ、宇治木剛さんって言ったら、はい、子供バンドのね。そうですね。すごくパワフルな、暴れるロックンロール、ハードロックをね、聞かせてくれる。日本のアンガス・ヤングって感じしますね。そうだよね。ACDC とかね、はい。見てる皆さんはね、もしかしたらね、俳優の宇治木さん、はい、そして、自転車で駆け回る宇治木さん、はい、ニュースキャスターとかやられてましたね。出ましたよね。まあその辺の話も聞いていきたいけど、はい、何しろあのやっぱ子供バンドのね、確かね2000本ライブやったの。年間100本やって20年。そうだ、それ考えたらちょっと奇跡の数字ですよね。それすごいよね。楽曲能力も高いし、ギターのテクニックもすごいじゃないですか、はい、でもっておしゃべりもすごい。そう、オートバイも乗るしね、はい、ヒロトさんに続いてね、はい、彼の話できるかもしれないし、はい、いっぱい聞きたいことあるけどね、もうすぐ来ると思うんで、はい、しばしお待ちしましょうかね。はい、はい、はい、そういうわけで今日はもう宇治木さんに来ていただきました。紹介します、宇治木剛さん。いや、どうもお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もうまさかね、ついついお願いしてね、いや呼ばないと気が済まないと思って。くんってはクラブ級とかさ、はい、ザザズとかって自分にとってみるとすごいこう若いジェネレーションの、はい、ライブハウスっていうんで、はい、だから自分は出るよりも見に行ったのが先だからね、うん、こっちも。そうですね、こっちもね、見によく来ていらっしゃってね、はい、それでびっくりもしてたんですけど、っていうかおじさんやってなかった期間長いんで、休止期間が。子供バンドってバンドやってたんですけど、いや、そうですね、それをね88年にやめてるんで、はい、皆さんはね、その俳優、そしてニュースキャスターとか MC の宇治木さん、特に知ってらっしゃると思いますけど、僕らからしたらやっぱその子供バンドですよ。僕中学3年生か4年生の時、 N モーションラグっていう九州で番組がありまして、うん、ここで子供バンドっていうバンドがドーンと出てくるんですよ。で世の中的にはやっぱりこうちょっとパンクの時代じゃないですか、あの80年代って、うんうん、すっごく明るくてすごくパワフルで、でめちゃくちゃうまいっていう印象があってですね。うまくはなかったんだよね。みんな勢いに騙された。いや、いや、ただあの笑ってたっていうのはやっぱちょっと違ってたらしいね。あ、そうですね、にっこりだったっていうの、うん、はあ、神尾くんがなんか子供バンドを見て、あ、笑いながらやっていいんだって思って楽になったっていう。そういう衝撃ありましたね。言われたね、やっぱこうロック、特にハードロックはやっぱこう、なんかこうしかめ面でやるっていうのがしかめ面的なありましたけど、だからあんま歯見せるみたいなね、歯どころが大口開いてんじゃんこいつみたいな。あと当時の宇治木さんのヘアスタイルがパーマ、キノコみたいな、キノコみたいに大きい頭で目がよく見えなくって、うん、っていうのも衝撃的で、当時ね、人間としてもまだ成長の過程だったからね、目が細かったね。嘘。男の子ってさ、はい、やっぱ何、昔の顔ってなんかすごく子供っぽくない？そう、子供の頃から、まあまあね、中には濃い人もいるけど、うん、兄ちゃんなら結構濃そうだけど、子供の頃。いや、僕でもつるっとしてましたよ。つるっとした顔してね。こんなキノコみたいな頭して。あれもなんか考えたら、なんか動いて目立つ頭はないかなと思って。で、近所のパーマ屋さん行って、みんな呆れてたけどね、なんだその頭みたいな。いや、衝撃的でしたよ。でもって、あの、頭の上にアンプがあって。そうそう、こうヘルメットね、アンプをつけて。噂によると、うん、包丁を持って乱入してきたおじさんに対抗するための措置だったとか。柏のクレイジーホースっていうライブハウスがね、はい、かつてあったんですよ、前世紀に。今柏の駅前ってすげえおしゃれなの。こんななんか立体になっちゃった、はいはい、当時はね、もう駅線路見えるようなところに、ね、とぼとぼ歩いていくと木造の2階屋の柏のクレイジーホースってライブハウスがあったんです。で1階が中華料理屋で、2階のね、ちっちゃいちっちゃいね、はいはい、まあ防装備とかないんですよ、うん、なんかスカスカな風スースーみたいなとこ、はい、でバーンと音出すと、うん、下の中華料理のおっさんが怒って上がってくる、うん、あ、下のおじさんだったんですね、その人は、うん、
おじさんちが、まあ、分かんない、同い年だったぐらいだか知らないけどさ、うん、私はうるせえんだよお前らとか言って、なるほど、である時本当に包丁持ってた時があったんだよね、いかにしろとか言ってきたら、でも当時やっぱりさ、歌唱のクレジオースってやらせてくれる数少ないライブハウスの人だったんで、アマチュアのデビュー前でね、78年とか、はい、いやなんとかここで親父をこうびっくりさせて返す方法はないかなっていうのがあって、あ、その時たまたまなんか池袋のヤマハで DX7 のおまけのこんなちっちゃいアンプを見つけたのよ、ほう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 、これはね、こう鳴らしたら、うん、音ちっちゃいんだけど、うん、びっくりするんじゃないかなみたいな、うるせえって言ったらこれでどうだみたいな、やったらどうだろうって、はい、でどうやるみたいな、うんうん、腰につけるみたいな、ああ、ああ、最初から頭じゃなかったですね、手で持ってくって、でワイヤレスないからさ、その頃そうですね、その時代はないでしょ、はい、だからこう紐ついてるからさ、どうしようかと思ってた時に、うんうんうん、たまたま少年野球のヘルメットを見つけて、すごっ、そしたらこうてっぺんに穴開いてたよ、はい、あ、でここにボルト落としていって、ボルトをしてくっつけてかぶってみたらちょうどいいみたいな、少年野球だちょうどピッチリぴったりしていいんでこれだと。だ当時またその池袋のヤマハで、うん、おまけでその4弦のエレキウクレレっていうのがあったっけ、ちっちゃい、つってもなんか前ソリッドギターみたいな感じなんだよ、4弦のだけで、うん、でここにつないでさ、うん、で親父が来た時にやったら、やったら親父がなんかこうえなって帰ってったわけよ、うん、マジですか勝利ですね、うん、なんかこうあれこいつもおかしいんじゃないかみたいなで帰ってた、これだなと、これそれでそれがレギュラー化していったんですか、そうそうそう、まあ味しめちゃってさ、うん、他のライブハウスもさ、それで出てくると結構みんな喜ぶんだよね、いやあれはね相当衝撃だったし、なんかでも宇治木さんがやってると全部かっこよく楽しく見えたんですよね、紙一重っていうかギリギリだったんじゃない、かっこいいっていうよりは、ジャンル的にだってやっぱどっちかというとコミック系に入ってたもんね、でも僕九州人なんで、当時の九州ロックのカチンとしたサンフォースからの流れをずっと見てた中で、子供バンドはびっくりしたんですけど大好きでしたね、それはこう非常に間口が広いね当時はねやっぱね明太ロック、いよいよ明太来るぞってい う, こうなんていうか黎明期っていうかですよ、ね、爆発寸前の時期だったもんね、まあ、サンハウスはもともとあったけ ど, ったけど、やっぱその後にルースターとかちょっと後に九州すごい来てなかったですか、九州行った、クスミュージックのところに、あのエミさんってさ、今はあの中井戸レイチ大先輩のマネージャーというかもうプロデューサーなさってますけど、エミさん九州のクスだったんだよ、あ、そうなんですね、ほんで呼んでくれたんだよ、 80's Factory に、はい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 、親不孝通りのね、ありましたね、もう聞いてましたよ、うん、ね、あそこでやれや本物たい本物たい、うん、そう、エミさんが、うんうん、こう誘ってくれた、九州どっかやるとこないから探してた、うんうん、で行ってさ、前の日の 夜だね、夜着いてさ、どっかから移動してったと思うんだけど、本州からね移動してって、うん、でエミさんも、まあ、着いたとき、ね、見に来なさいみたいなのがあってさそれで行ったわけ、はい、そしたらさ、これね言っとくね、これ作りじゃないよ、これ作りじゃない、本当の話、エキスパクトでさ、もうその席はライブなかったわけよ、で、はい、入ってったら、うん、ステージの上にモッズがいたんだよ、ザ・モッズが、森山さんが、うん、あれってモッツじゃねえかモッツ、ほら普段からモッツだから、はい、俺らと違って好きなくモッツですからね俺らはもう普段そのバイトの兄ちゃんみたいなわずかにこういったモッツだよっつって、うん、兄さん言って紹介するけんみたいな、あ、これモッツやん、これから東京行くけんみたいなやるとよやるとよ、よろしくみたいな、およろしくっていうタイミングだったんですね、出したかったんじゃないの、エミさんが、そうか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 、モズ海鮮前夜って感じおその後だよ、モズ出てきてファイティングエイティーズ、はい、のモズレギュラーになって、うん、いやしかしあれでしょ、2000本、ね、2000本ライブ、うん、ですよね、たま結成したのがアマチュアバンドで15歳の時に、もう子供バンドって名前つけてたんで、まあ、そっからアマチュアの時代からカウントした感じをしたんだけどね、高校の頃なんてさ年間3回とかだからね、そう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 、学祭でやって自主コンサートでやってみたいな、で100回年間100回やって20年やってやっと2000本じゃないですか、無茶なことしたよね無茶ではできないと思いますけど、無茶したよね、それってどういうタームだったんですか、ほとんど家帰らないですよね、まあ、家は帰ってなかった
ったね、ほとんどね。デビュー80年だったんだけど、うん、80年の時にはもう一応、ね、ツアーが関西圏までは行ってたんで、なんとか、うん、でそこからデビューしてから、まあ、ありがたいことに呼んでくれることができて、うん、こうまあ広がっていって北海道行けたりとか、うん、まあ、こっちで、ね、うん、中国とか、まあ、そういうこと九州行けるようになって、旅出るとまあ大体1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいは行って、だって帰ってくるよりも旅行ってた方が安いから、ほぼ両親みたいな生活じゃないですか。マグロの考えたら、なんかそれでステージ、まあ時々でもステージやってたからさ、バンドのメンバーと一緒にいる時間が誰といるよりも長い、長いですよね、うん、しかも車の中、まあハイエースみたいなことですよね。最初こうちっちゃいキャラバンでそれが潰れて、うん、その3日日のなんかパーキングのところでも完全に潰れて、うんうんうん、その次が日産のシビリアンっていうマイクロバスになって、見つけたらもう本当に楽器仕様になってるのがあったわけよ。あ、急に乗りになって、うん、後ろ真ん中に鉄板入って、うん、後ろが楽器庫になってる、うん、おー素晴らしい、キャラバン見つけて、いいの見つけましたね。ギターの谷平君のお父さんが見つけてきてくれて、すごいその頃私は谷平家に居候してたから壁面外壁塗装業のガンブキ屋、タネのお父さん塗装業、塗装業なんですか、塗装業で、もう東京にいて、まあ感動寸前だったから、もうどっちにしろいられなかったんだけど、うん、で食えない時にそのタネのお父さんがもうそうだったら来いと、へえ、好きなだけバンドやって、その代わりバンドのない時は働け、塗装しろと、塗装しろすごいですね、めちゃめちゃ理解のあるさ、あ、親さんでさ、それは素晴らしい、その親さんがおじくんすごいの見つけたぞ、うん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 、見に行こうとか言って、うんうん、谷平じゃねえんだよ、うん、俺連れて見に行ってさ、うじきさん連れてね、これすごいじゃないですかとか言ったら、もうね、うんうん、親さんがこれ買えますからとか言ってる、え、金わかんないしみたいな、もうねぎって交渉して、へえ、それが2代目。あ、今みたいにツアー行くって言っても、その工程とか道とか泊まる場所とかそんなに確立してないんじゃないですか。カナビないし、そうですね、携帯ではないしね、そもそもがね、どうやって行ったんだろうね、地図見ながらね、ですよね、蔵王っていうところに着かないって言って半日迷ったことがあったよね。蔵王だったんだよね。蔵王か、蔵王ってなんだ、聞いてもなんか、なんか全然ピンとこないな。ガソシとか、ガソシアビゴ、意外と近場で迷って行けなかったよ、ね、さ、ガソシどこですかみたいな、どっち行ったらいいですか、ガソってなんだみたいな、人によく聞いたよね、道で、ね、まあでも着いたらば、うん、ライブハウスが潰れてたとかいうこともあったけど、うっそ、えそういう時どうしたんですか。いや、しょうがないから、まあやるかって話だったんだけど、うん、潰れてるしみたいなんで、ごめんねってそういう、なんか結構さ、ライブハウスって、はい、今でこそこうちゃんときちんと、うん、もう全部設備があっての、まあ、はい、でちっちゃいところでもさ、またそのテクノロジーがもうすごく進化してるから、うんうんうん、もうすごくシンプルなものでもきちっとできちゃったりするじゃない、はい、お店とかそのお客さん状況に合わせていろんなサイズでライブやれるようになったけど、そうですね、当時はさフォークかロックかだからそうですもうそこ行ったら、ここボーカルアンプないよとか見てさ、でもさ、マーシャルは入れるわけさでなんかこうお店の人がこう線持ってきて、これつないでよとか言って、これどうするんですかみたいな、これマイクつないでくれればって言ったら、これお店のステレオじゃないですかみたいなしょうがないから、マーシャルにこうマイクを入れてギターと一緒に出したら、やっぱりギターの方が大きいよね。それ結構ありましたよ、普通に。そっか、ドラムにマイクが立ってるって言ったらびっくりしてましたもんね。びっくりした。あとモニターがある、モニターがあると、この店モニターあるよ。で僕九州から出てきて新宿ロフト行った時にドラムにマイクが立ってるって見て、本気だ東京はと思って今思ったらロフトにしてもやんないですもん、しょぼいけどね。今見たらしょぼいでしょうね。すごいよね、あれでよくやってたよね。やってましたよね。あと、まあ、なんそれが普通だったんだろうね。そうそうそう、ボーカルの第一条件って声がでかいこと、はい、だよね、歌のうまさとか、ね、間違いないですね、ニュアンスとか、そういう、はい、声がでかい、はい、でかくないと聞こえないから、はい、カルメン・マキさんなんて当時とてつもないでかい音でアライバーズでもやってたからそこモニターなしでクワーってもうなんかもうしびれちゃうんだよ、ビーンって音波っていうかね、波動だよね。そうですね、もうそういう感じだったよね、みんなね。あ、まあ、そういう人しかもう歌い手として残れなかったってことですかね。ものすごい、そういう点ではめちゃめちゃ厳しい時代で、厳しい時代ですよね。
だからもう今はもう本当にもうそれはものすごい、だってこうエッジが効いていようが歪んでいようが重点音だろうが、そういうのこう音量って音色関係なしコントロールできるじゃない、だからささやくようなウィスパーみたいなボーカルにものすごいラウドなサウンドでもちゃんとミックスできるし、ないもんねそれね、ささやくように歌うのないもん、無理ですよね、無理、ピアニッシもないもん、ピアニッシもない、全部フォルテの4ぐらい、ちょっと思い出したんですけど、藤木さん子供バンドで最初に対決したのがアナーキーだったっていう説、アナーキー、ね、79年のヤマハのアナーキーをね、はい、地元も一緒なんだよね、あいつは和光市で、こっちは紙飛行なんだけど、一応やっぱ私世田谷区世田谷多くの出身なんですけど、もうほら食えなくて紙飛行のほら谷園地に逃げ込んでたから、そうかだからもう埼玉出身だと思われてる節もあるんだよね、そうですか、もう1年半ぐらいお世話になってました、でそこであの池袋の山派にリハーサルとか行ってたのよ、でイーストウェスト当時のバンドコンテストがあって、それにエントリーしてて、アナーキーもあの朝方から池袋のヤマハに行ってて、一緒だったっけ、アマバン時代が買い買ったんだよ、じゃあ当時からもそのコンテスト出る前から面識あったんですか、そうそう、同じとこでやったから、そうなんですね、もう寺岡なんか可愛くてさ言えないけど、いやいや今寺さんとか言ってもう大重鎮じゃない、思えばね大重鎮ですよ、寺岡可愛かったんだよ本当に、こんなとこやってブインブインブインとかやっちゃって、あんまりパンク好きじゃないんですよとか言ってる、えぇ、ー、とか言って、聞いたらビートルズとか言ってんだよ、なんだよみたいな、年なんか1個2個ぐらいしか変わんないんだけど、その頃ってほら、その俺だってそのチャーさん2個上で、まあ、2個違えばそうですね、もう1年生と3年生バンドほら、はい、年功序列、はい、ひどいからもうでしたね、いくつになってももう入って感じなんだからこう結構穴開きに、おおやってお前らいいじゃんみたいな、言っててでもすごい良かったよ、穴開きやっぱり、ああ、うん、もう仲良かったんですか、仲良かった、へ、まあ、バンド的にも全然かぶんないしね、ああそうですねキャラ的にはかぶんないですよね、で、あの宇治木さんたちがそのコンテスト優勝して、本当はもう穴開きダントツだったんだよ、おう、だけどヤマハってそのいうブランドにおいて、あ、まあ、あの品格じゃん、はい、ヤマハ的には、はい、そこがさ、ね、シチーサーファーだからさなるね、そこは良くないと、良くないっていうことになり、まあ子供ならまだいいだろう的なことだったと俺は踏んでたけどね、でもやっぱりそんな良かったよ、そんなもうこれコメントすごくしづらいですけど、だってレコード会社がさ、あの頃って何がいいかっていうと、コンテスト出るとレコードデビューできたんだよ、その頃ってやっぱりそのプロとアマチュアのこう分水嶺っていうか、レコードデビューできるかできないかで、その後の、まあ、バンド人生決まるっていう、そうですよね、頃だったから、なぜかその山のコンテスト出ると、その山のコンテスト決勝大会にはレコード会社各社が来るわけよ、それを見てその後にこう声かかってくるわけよ、アナーキーはもうほとんど全社声かけてたもん、そうなんですか、それぐらいやっぱりキャッチだったと思うよ、それぐらいエポックでみんなの目を引いたってことですか、でやり方もなんかこれできるっていう感触があったんじゃないかな、みんな、うちなんか少なかったもん、本当に面白いけどどうやって売ったらいいか分からなかったんじゃない、ああそうなんですか、でも噂によるとそこに氷室京介さんが氷室くんいたんだよね、氷室くんいたすごいディスペナリティか、ディスペナリティが出てて、ボーイの前のバンドですかね、そうだよね、そうアナーキーと子供バンドとディスペナリティと戦ってて、すごい歴史ですよね、あの頃だから山のコンテストってやっぱりそこら辺の権威があったんで、今はほらデビューっていうのかな、なんていうかこう出ていく方法ってもう無限にあるじゃない、まあはい、極端ないし、あの日本で聞く人いなかったらどっか聞く人いるところに向けて発信すればいいしみたいなこと、そういう点から言うとさ、もう俺たちはロックだからって言って、こんなんなってこんなとこ乗っけてるくせにもうやっぱりやろうとしてるこう方向っていうのは、まあ、そういう本当に日本のレコード業界、音楽業界でビッグになっていくっていうのしかなかったんだよね、すごいですね、でも ライブやってればいいんですよって言われて、やるからには、言っとくけどやるからには俺だって小さな矢沢だからみたいなさすごい間違えてんだけどだからみんななんかでもそういう感じだったよ、そのメジャーレコード会社と契約してレコードデビューして、武道館目指す、なるほどなるほどなるほど、
いやでもすごい話がねたくさん聞けました。もっと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 聞きたいんですけど、はい、もっと聞いてもいいですか。はい、どうぞ。よし、じゃあ第2回目に突入します。マジなの。